テオドール・シェイラーはドイツの陸軍軍人。第二次世界大戦中にホルムの戦いを指揮したことで知られる。テオドール・シェイラーは1889年にバイエルン王国ヘイヒシュタットで学校長の父のもとに生まれた。1908年7月14日、バイエルン陸軍の候補生として軍人の道を歩み始め、第12バイエルン王国不評、プリンツ・アルヌルフ連隊へ配属された。 1909年3月7日には、士官候補生として、士官学校に入学し、1910年10月23日に卒業すると少尉に任官した。第一次世界大戦の間は、機関銃中隊の小隊長や中隊長として、前線で戦った。1915年6月1日には、中尉に昇進。1916年7月14日、 イギリス軍の捕虜となる。1918年5月30日には、収容所から釈放されるが、引き続き、オランダにて抑留された。1918年12月になって、ようやく解放された。第一次世界大戦中、彼は、鉄十字章を含むいくつかの勲章を受章している。1919年12月15日、彼は、ヘルタシュバルツと結婚し、 1920年9月30日に軍を退役した。1920年10月1日からバイエルン州警察の警察官として勤務し、1922年4月5日には警察隊員に昇進。1928年からはアイヒシュテッド警察学校に入校し、1932年7月1日には警察調査。 1935年4月1日には、警察駐在の昇進を果たしている。1935年10月1日、ドイツ再軍備宣言のもとに、ワイマール共和国軍が、ドイツ国防軍に改名された際、中佐として陸軍への復帰を果たす。その後は、第56不評連隊所属の大隊長として、勤務し、1937年1月1日に、大佐へ昇進した。 1940年、彼は新設された第507不評連隊の連隊長となり、西部戦線を転戦した。1940年10月、シェーラーは警察官としての経歴を評価され、第281保安師団の師団長となる。保安師団は前線に派遣される、主の戦闘部隊ではなく、広報保安をその任務としており、敵といえば、パルチザンや、 赤軍の敗山兵程度だった。こうした、花々しいとは言い難い任務を与えられていたにも、かかわらず、1941年に、東部戦線へと送られたシェーラーは気せずして、劇的な戦闘に参加することとなる。包囲された、ホルムの地図。実戦は1月27日段階の、破戦は5月5日段階の首防衛線ホルムは、ロバチ川沿いの沼地にほど近い。 小さな町で1941年8月3日にはレニングラード攻略の一環としてドイツ陸軍により占領された。やがてホルムはレニングラード方面のドイツ国防軍を支える平坦拠点となり多くの軍属や民間人が送り込まれたほか彼らをパルチザンから守るために第281保安手団が駐屯していた。 そして同年12月のモスクワ攻撃失敗を経て、1942年1月から、周辺は赤軍による大規模な犯行の真っただ中にあった。ドイツ軍は徐々に敗走を重ね、1月21日までに、町は赤軍による完全な法以下に置かれた。法以下に置かれた段階で、ホルムには2つの不評連隊と、空軍や戦士団の代替、警察予備大隊、 ドイツ海軍下戦集艇部隊及びシェーラーの保安師団本部が取り残されていた。兵力総数は当初およそ3500人で廃山兵による雑多な小部隊を急合したり、周辺部隊からの増援を受け、およそ5500人前後の規模まで拡大された。こうして編成されたシェーラー戦闘団は対戦車法など有効な対戦車火器をほとんど有していなかった。また、 市外の家屋は大半が砲爆撃で破壊され、ドイツ兵は厳しい寒さに苦しめられていた。さらに同じ理由から遮兵物が不足し、ドイツ兵は定期的に出没するソ連軍狙撃兵にも脅かされるようになった。シェーラーにとって幸運だったのはソ連軍の戦術にそれほどの柔軟性がなかったことであろう。ドイツ軍ではそうした襲撃が行われる場所や、 時間帯を正確に把握しており、彼らは散乱していた物資の集積を行うことができた。加えて重要なのは彼らが法以外の友軍に対して砲撃支援を要請するための無線機を有していたということである。大部隊を率いて法意を固める赤軍では市街東側の郊外を足掛かりとして占領を維持するために部隊を派遣した。 しかしシェーラー戦闘団は、待ち伏せによって、これを撃退する。街には、細い路地が多かったため、ソ連不評は、戦車の援護を得られなかったのである。混乱の中でなぎ倒されたソ連軍は、撤退を余儀なくされた。1942年5月5日、重を及びス通過の援護を受けた、救援部隊が包囲を破り、重傷病者を除けば、 およそ1200名までその戦力を現じていた、シェーラー戦闘団の元へ到着した。この105日間、赤軍はおよそ2000回にもわたる攻撃を行ったが、シェーラー戦闘団はこのすべてを撃退している。包囲最中の1942年2月20日に、騎士鉄十字章がシェーラーへ授与されたほか、アドルフ・ヒトラー総統は、シェーラーたちの要望を受けてこの戦いを称える。 ホルム立て賞の制定を認め、生き延びた5500名の将兵全員に授与した。さらに戦闘終結後、シェーラーの騎士十字章には、白用が付され、ヒトラーの個人的な権限によって、規制休暇が与えられた。1942年6月には、ホルム周辺の赤軍が完全に駆逐され、ようやくシェーラーは休暇を申請した。第281保安師団長の職は、 ウィルヘルム・ヒューノルト・フォン、シュトックハウゼン将軍が交代した。9月、休暇を終えたシェイラーは、フィルストで、第34不評師団長に任命された。11月1日には、第83不評師団長となり、次の日には中将に昇進した。第83不評師団は、中央軍集団左翼側のベリー・キルルキの町に、配置されていた。 シェーラーが引き継いだ第83不評師団は、赤軍第3打撃軍の構成下にあった。師団は、間もなく、赤軍に回り込まれて、離散、孤立し、町は11月20日に包囲された。市内には、師団のうち7500名ほどが取り残されていた。クルトホンデア・シュバルリー将軍の、第59軍団に救出作戦が命じられたが、第59軍団には、 救出作戦に避ける兵力が残されていなかった。そのため、陸軍総司令部は、北方軍集団から第8装甲師団の派遣を命じたものの、この救出作戦は2日後に失敗した。引き続き、第20不評師団、第291不評師団、及び包囲を逃れた第83不評師団の兵士を、主力、第331不評師団を支援部隊として、 エーリッヒユシケ将軍による救出作戦が発動された。だが、この攻撃も12月12日には停止した。救出作戦の失敗が重なる中、ベリーキエのシェーラーたちは厳しい状況に置かれていた。ソ連軍は包囲下のドイツ軍をさらに3カ所へ分断したのである。戦闘団が包囲脱出を図ったのは、それから4週間後のことである。 最終的にベリーキエは1943年1月16日に陥落し脱出に成功したドイツ将兵は200人に満たなかったという第83不評師団は1943年を通じて中央軍集団の下で戦い秋頃には北方軍集団に移動した1944年初頭レニングラード戦線に展開するとともに師団長は ビルヘルム・ハウン将軍に交代した。1944年4月半ば、シェーラーは、オストラント国防軍司令官付沿岸、防衛総監に任命される。1945年4月半ば、シェーラーは、第4総甲軍の参謀として、第48総甲軍団と共にエルベ川南方のシュァルツェン・エルスター川沿いの防衛を担当し、そのまま敗戦を迎えた。 1951年5月17日、シェーラーはルートビヒスブルクで交通事故死した。ありがとうございます。